口にすると、まあ、プロレスにちょっと喉がカラカラですねと、はい、携わるようになるんですけれども、まあ、今回何が言いたいかというと、まあ、何事にも挑戦する、挑戦するということですね、まあ、新たなものが見えてくるんじゃないかな、皆さんもぜひいろんなことに挑戦してください。はい、僕の次の目標です、僕の次の目標は12月17日に等々力アリーナですね、6500人入るところで、まあ、今日来てくれるんですけど田村というのが、新日本プロレスの中田裕二と一騎打ちをします。これ6500人入るんでぜひ皆さん見に来てください。そして来年5月19日に僕の山口県地元に、で凱旋講義を3度目の凱旋講義をするので、ぜひ山口県出身の社長さんがいたら僕にご紹介ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。